ザポップグループは、イギリスのブリストル出身のポストパンクバンドである。その妥協を知らない不協和な音は、パンクロック、フリージャズ、ダブの間を橋渡しするものである。彼らの歌詞は、政治的な性格を有している。ザポップグループは、1978年に結成され、翌年、デビューシングル、シーン・イズ・ビヨンド・グッド・アンド・エビルを、レーダーレーベルからリリースしている。 彼らのデビューアルバム Y は生じつつあったポストパンクサウンドの初期の試金石である。レゲエのベテランミュージシャンであるデニス・ボーベルのプロデュースによるこのアルバムは今日でもこの時期のベストの一枚とされている。しかしながらしばらくの間海外では廃盤となっており豪華な日本からの輸入版を買うしかなかった。このアルバムはチャートに入ることはなかったがバンドは ラフトレードレコードと契約した。この時期にベースがサイモン・アンダーウッドからダンカトシスに変わっている。ラフトレードに移るとすぐ彼らはおそらく一番よく知られているシングル、We Are All Prostitutes を発表した。このシングルにはフリーインプロバイザーのトリスタン・ホンジンガーがチェロでゲスト参加している。そして1980年にはセカンドアルバム、 ハウマッチロンガーがリリースされた。このアルバムにはアメリカのラッパーの元祖であるラストポエッツが参加している。ジャケット写真はアンドレ・ケルテスの手によるもの。そのすぐ後にザ・ポップグループはドラマーとマネージャーとディックを出るが同じスリッツと片面ずつのシングル意思あるところをリリースし、ラブやファンクといったジャンルの探求に関心を深めていった。グループは 法廷での争いや、内輪もめの後、1981年に分裂した。メンバーは、ピックバック、マキシマムジョイ、ヘッド、リップリグパニックといったグループを結成した。このうちリップリグパニックには、ネナ・チェリーが参加している。一方、ボーカルのマークス・スチュワートは、オン、ユーサウンドと協力して、最初は、マークス・スチュワートマフィアとして、そして後には、 ソロアーティストとして作品を発表した。ポップグループや関連するバンドは後にトリップホップを生むブリストルのシーンを作り出した。2010年に再結成を果たし、2011年サマーソニックにて初来日を果たした。ありがとうございます。